はい、おはようございます。元バンディット 400V です。9月の8日土曜日7時19分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。太陽が昇ってきて、ちょっと気温、上がってきましたけども、うち出るときは何でしょう、秋の感じっていうんでしょうかね、寒いまではいかないですけども、ちょっと風が涼しく感じました。もう秋なんですかね、地獄のような暑さから抜けたっていうところは非常にありがたいなと思います。今週は自然災害が重なってなんかひどいですね。台風と地震とで、台風関東の方は、直撃はしなかったんですけども、火曜日の夕方かなり風と雨が強くなりまして、帰宅時、軒並み電車が止まっちゃいました。でいつもこういう事態になると同じような騒ぎになるんですけども、なんかこう人ってなかなか学習できないんだなとつくづく感じました。ものすごい風と雨だったんですよね。だから誰もが電車止まるのはしょうがないなと思ってたと思います。もともと気象庁がすごい大きな台風なんでということで注意を促してましたし、混乱するのはみんな分かったと思うんですけども、でそんな中、駅に皆さん殺到したんですよね。ものすごい風と雨の中、動いてないって分かってる人もいたかもしれないんですけども、多分ほとんどの人が、電車止まってますよと情報は持ってたと思います。スマホをほとんど持ってますんで、でも駅に行っちゃうと、基礎本能があるっていうことで家に帰りたいっていう気持ちは重々わかるんですけども、なんかおかしいおかしいって思うのがおかしいのか何なんでしょうね。職場にちょっと残るとか、なんかそういう判断ってできないんですかね、人って。過去にもそういう経験してますんで、知恵がないわけじゃないと思うんですけども、だからそういうのも、全部消し去ってとにかく家に帰りたいっていう気持ちが勝っちゃうという、その何でしょう、人間の心理なんでしょうかね、よくわかんないですけども、私はじゃあどうだったんだっていう話なんですけども、職場にちょっと遅くまで残って仕事してました。で、情報を時々チェックしながら、普段使っている通勤路は止まってたんですけども、大体のところが、大体というか別のルートが動いてたんで、で、混雑の状況とかですね、ちょっと確認しながら、
まあ、無理なく帰れるなと思った時点で、帰宅し始めました。で、まあ、結局普段使ってるルートと同じぐらいの時間で家に着くことできましたよね。私の隣の席の人は、早めに出たけども結局12時ちょっと前にやっと家に着いたって、5時間ぐらいどうもかかったみたいですね。まあちょっと何でしょう、なかなか過去の経験を生かすことって難しいのかなと思いました。前回の元ブログでちょっとお話ししたんですが、カメラの取り付け問題、アゴマウントで、クリップマウント危険だからまた違うやり方を、模索したいとお話ししてました。で、ネットで調べて、まあ、そういうやり方あるんだと思って、それを真似て、いろいろ試行錯誤をして、今回、アゴマウントにしてます。今度の水曜日に、その制作動画っていうんですかね、どういう風にして取り付けたのっていうところの動画を投稿する予定なんですけども、正直ですね、完成度はめちゃくちゃ低いです。見た目もかっこ悪いし、固定度っていうんですかね、もうなんかこうゆるゆるっていうか、カチッとカメラ止まってないんで、振動とかにすごく弱そうだなというところもありつつ、まあそれはそれとして、せっかく作ったんで、撮ったらどうなるかなというので今回撮ってます。なんでもしかすると、バッサリですね、切ってこうダメでした動画になるかもしれないし、まあ普通に元ブログ動画として投稿するか、ちょっと未完成乗りながらではなかなかはっきり、一応スマホで見てる限りはまあ、それなりに撮れてるかなと思うんですけども、ちょっと大きな画面で編集しながら見ないと分かんないなと。なんで、一旦そのアゴマウントの旅に出たんですけども、まあ旅これで終わるかまだ続くか、ちょっと動画を見てから考えてみたいと思います。あとどうでもいい話なんですけども、コーヒー、私基本コーヒー飲むときはお砂糖とか入れないでブラックで飲むことがほとんどですね。コーヒーの味ってやっぱり、まあ、苦さとか酸味とか、まあ、そういうのが私は、まあ、香りもそうですけども、そういう部分が美味しいと思ってまして、コーヒーの甘さっていうのはコーヒーの美味しさには邪魔になるかなと思っています。まあ、ただなんだろう、カフェオレっていうのは初めからそういうものを入れてる種類の飲み物なんで、まあ、コーヒーの飲み物の種類1個の種類かもしれないですけども、まあ、カフェオレも飲みますよね。ただ自分で、コーヒーを飲んだところに砂糖を入れたりなんかいろいろ入れて飲むのはしないで、その中で、まあ、ブラックコーヒーが好きなんですけども、マックスコーヒー、千葉県ではなんか有名みたいですね。ソウルドリンクなんでしょうか。マッカンっていうので愛されてるそうです。練乳が入ってるんですね、結構たくさんあるんで、すごい甘いコーヒーです。
で私あのマックスコーヒーはなぜか好きです。あのめちゃくちゃ甘いんですけども、だから何だろう、その普通のコーヒーとはあの別物だと、まあ、勝手に思ってるんですね。ジュースじゃないですけども、ちょっと違う飲み物だと思ってますね。で、缶よりも500ミリリットルのペットボトルがあるんですけども、結構それを近所のスーパーで、時々あの売ってます。あの常時売ってるんじゃないんですけども、時々売ってるんですね。で、なんか見るとついつい買っちゃうと。千葉県民でもないし、なぜか、マックスコーヒーが好きになって、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。